んばんは。今日は6月3日水曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。保健省はマッサージ店を検査しています。このプロジェクトは新しい医療の発展のために実施されています。レーザー杖を希望する人は今日からウェブサイト、วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้